ラトゥナプラは、スリランカのサバラガムワ州ラトゥナプラ県の都市である。スリランカ中央高地の南西側に位置しており、同国最大の都市コロンボから南東 101km の距離に位置している。サバラガムワ州の州都であり、ラトゥナプラ県の県都でもある。ラトナプラとも。ラトゥナプラとは、新原語で、宝石の都市の意味で、その名の通りこの地では、古代から、ルビー。 サファイアといった宝石の採掘が行われてきた。宝石の採掘以外では、ラトゥナプラは、米と果物の生産で知られている。また、都市の周囲には、茶とゴムのプランテーションが広がっており、この地域で栽培される紅茶は、ローグローオンティーと呼ばれている。観光産業も盛んであり、周囲には、新原茶森林保護区、宇田わら国立公園、キトルガラ、 それにアダムスピークといった有名な観光名所が存在している。1901年当時のラトゥナプラは人口4084人の小さな町であったが、2012年現在では人口52,170人の仏教徒とヒンドゥー教徒、キリスト教徒、ムスリムが混住する都市となっている。ラトゥナプラはコロンボと東部州のカルムナイを結ぶ A4 ハイウェイ沿いに位置している。 また A8 ハイウェイもラトゥナプラと西海岸のパナデラを結んでいる。イギリス統治時代の1912年に狂気の鉄道路線がコロンボからアビサウェラを経由してラトゥナプラまで付設されたが、この路線は1976年に廃線となっている。ラトゥナプラは欠片の気候区分で熱帯雨林気候に属す。ラトゥナプラは スリランカ南西の湿潤地帯に位置しており、5月から9月の南西モンスーンの時期に降水量の多くがある。しかし残りの時期も大流性降雨によりかなりの降水量がもたらされ、年間の平均降水量は4000ミ、mm、リメートルから5000ミリメートルに達する。平均気温は最低が摂氏24度、最高が摂氏35度。湿度も高い。 ラトゥナプラは、カル川の氾濫源に位置しており、例年5月になると洪水が発生する。カル川には大規模なダムがなく、ラトゥナプラは、毎年のように、大自然の脅威にさらされている。洪水の危険性を減らすために、いくつかの構想が練られているが、2012年現在、実現しているものは存在しない。2003年5月には、ラトゥナプラは1947年のスリランカ。 独立以来で最大の洪水に見舞われた。ありがとうございます。